オーバーレブとは、オーバーレボリューションの略で特に自動車でのエンジンが許容回転数を超過することである。オーバーレブは、アクセルの全開や無理なシフトダウンなどで、エンジン回転が許容回転数を超過することである。現在の自動車では、通常の加速時には、レブリミッターが作動し、オーバーレブを防止しているが、シフトダウン時に誤って車速に対し低すぎるギアに入れると、 エンジン回転数が、レブリミットを超える数値まで上がり、バルブサージングが発生し、出力が得られないばかりか、エンジンが破壊される場合がある。最悪の場合、エンジンルームから出火し、車両を火災となる。一般的に、タコメーターのついた車では、瞬間的になら回せるイエローゾーンと、それ以上回すと危険なレッドゾーンで、色分けされている。トラックやバスの場合、 警告ブザー音の出る車両も存在する。近年の車種ではこれを防ぐため、セミオートマチックや MT モード付き AT の場合、エンジンの回転数がレッドゾーンに達すると強制的にシフトアップする機能を備えたものもある。ありがとうございます。